テスラ専用のインテリアのガジェット、これはねめちゃくちゃナイスアイディア。なんとオフィスに早変わりするっていう。今日もみんなでシネマティーク。どうも映画コメンテーター有村昆です。今回も動画をご覧いただきありがとうございます。テスラ専用のインテリアのガジェットをいろいろ売ってるジョーアさんというのでね、ちょっと僕今回2つほどアイテムをゲットしました。ちょっと今日はその2つのジョーアのアイテムをご紹介していきたいなと思っております。でちょっとこちら行きましょうか。1つ目からまず行きましょうね。何かというとですね、こちらです。はい、パッと見てあーと分かる人は分かりますね。フロアマットです。よ、ここにジョーアというふうに、まあ、のロゴもちゃんと入っておりますけれども、これがテスラモデル3用にちゃんと設計されてて、この要はカーブが入っていたりとか、カーペット的なタイプじゃないんで、もうすぐこうやってパラパラパラつって落とせるというものですね。これがね実は結構ポイント高くて、ここのつまみの部分分かります、はい、このつまみの部分をこうつまむとすぐにこう取り出すことができるという優れものです。これが今ノーマルのフロアマットですね。ただどうしてもやっぱこういうのってさ、カーペットタイプだと毛詰まりを起こすというかクズみたいなの入るんですけど、やっぱりこういったねラバータイプのゴムタイプだとまあ汚れも簡単に落ちますよというところですね。ちょっと一回入れてみましょう。まあこんな感じですね。泥汚れとか水にも強いんで、まあどさっとこう、泥のまま靴が入っても大丈夫というところですね。このね後ろのねリアのですね座席がとても凝ってます。それちょっとご覧いただきましょう。はい、これあの後ろの座席の下も全部これジョーアさんのやつなんですけど、ちゃんと設計されてるんでピタッとこううまくはまるようになってるんだけど、ちょっとねマニアックなところを紹介していいですか。ここです。これわかるかな。はい、これなんとティッシュケースなんですよ。シュッシュッシュって、ここにもまあジョーワっていう風にこのロゴマークが書いてあるんですけども、ここのセンターコンソールの下って実はこれ無駄なスペースがなぜかテスラってあるんですけど、ここにティッシュケースとしてこれがねセットでついてるっていう、ここでティッシュをシュッシュッって鼻かんだりとかもできるというのがとてもよくできてる。で僕みたいにあんまりティッシュケース使わないよという人はひっくり返して物入れになってるっていうね、この物入れをこうやって塞いでしまえばゲームのコントローラー入れたりとか、まあ、ちょっとした小物入れに早変わりするっていう、これはねめちゃくちゃナイスアイディア。こっちティッシュケース物入れと、でしかもここ見てください、つまみの部分ですね、まあ、要はここでティッシュケースをこういうふうに置いた時にストッパーになって動かないということですね。これはねかなり僕はねお気に入りのフロアマットになっております。ちなみにこれねこの間あの僕の YouTube のチャンネルでももうしっかり紹介させていただきましたけども、ティーアートさんで見事にシートカバーも生まれ変わってて、下がやっぱり黒と白という意味ではとても締まりますよね。これがね今日はねどうしてもね1個ちょっと紹介したかったやつになります。さあそして今日ですねジョーアさんからのアイテムもう一つ紹介したいのがこちらです。これピンとくる人あーっていう風にピンとくるんですけど、これねめちゃくちゃ今ネットでバカ売れしてるやつで、僕もずっとねこれ欲しくてようやくゲットできたんですが、折りたたみになっておりまして、はい、これは一体何に使うんでしょうか。裏側はこういったちょっとこう蝶つがいがついてまして、ここはちょっとね滑り止めの木の板になってるんですけども、正解は運転席にちょっと行ってみましょう。はい、じゃあちょっと解説をしていきます。正解はですねこれあの折りたたみの木の板なんですが、はい、ご覧ください。こうやるとですねなんとオフィスに早変わりするっていうやつなんですよ。しかも僕のこのヨークハンドルだとですね、見てください、このハンドルのところの超のみ僕設定したんですけど、ここで例えばノートパソコンで作業をする、机仕事とか、それからあとご飯食べる、お弁当を食べる、ジュースを置くっていうのも全部できちゃうんですね。こういったねそのタイプの机っていろいろ今までも僕結構ネットで探したらあったんですけど、めちゃくちゃテスラ専用だなと思ったのがこのくぼみです。ここね、このくぼみが何かというと、ちょうどここですね、このテスラの降りるところのここにですねぴったりとこうはまるようになってると。なのでハンドルのところをピシッとこう無駄なく使える。しかもこの裏っすね、ここ、これゴムの滑り止めがついてるんで、
こういう風にこうひっくり返してよいしょ、こうした時に滑らないっていうね、たったこれだけの仕掛けなんですけど、これがね他社メーカーになかなか、やっぱテスラ専用なんで、このくぼみの位置とかこの木のぬくもりのゴムの部分があるんですけど、この銀色のラッピングを貼っちゃってるんでデロリアン仕様になっちゃってますけど、本来はここが木のぬくもりのあるインテリアデザインになってるんで、トータルでイメージが統一するというのもちゃんとあるんですね。ということでですね、僕はここで実は最近このジョーアさんのテーブル買ってから、車の中でリモート会議とか、それからパソコン1台あればここで編集作業とかね、映画を見たりとかご飯食べたり、テスラの中でオフィスワークができるっていうね、やっぱ今までこれがないとですね、どうしても仕事をするって言ってもテーブルが置くところがないんでなかなかできなかったんですけど、やっぱりこのね折りたたみテーブルを使うことでワーキングスペースが車の中でできてしまうっていうね、画期的な僕アイデアだなと思いましたね。このジョーアさんのテスラ専用インテリアグッズっていうのが、これ以外にも例えばスマホホルダーとか結構いろいろあるんですよ。今回は折りたたみのテーブルとフロアマットご紹介しましたけども、ジョーアさんの社員さんがみんなテスラのモデル3とかモデル Y とか乗ってる人たちが作ったっていうね商品なので、説得力がめちゃくちゃあるんですよね。僕も自信を持っておすすめしたいなということで、今回この動画を撮らさせていただきました。さあ、ということで今回ですね、僕が紹介したのはこのジョーアさんの、商品なんですけども、素敵なね、やっぱテスラユーザー目線で作っているグッズがたくさんありますので、詳しくは私の、YouTube の概要欄にジョーアさんのリンクを貼っております。ぜひ皆さんそこをポチッとしてチェックしていただけたら幸いです。ぜひチェックしてみてください。面白かった、ためになったよという方はチャンネル高評価、チャンネル登録ぜひしていただけると励みになります。このね、有村このシネマラボは基本は映画のチャンネルなんですけども、このテスラの素晴らしさ、電気自動車の素晴らしさをね、そちらもいろいろとお伝えしていきたいというふうに思っております。それでは次回もみんなでシネマティーク、ありがとうございました。実はですね、最近とても多くのお問い合わせ、テスラを購入したいというお声をですねたくさんいただいております。ちょっと質問がね非常に僕のところに多いので、ぜひ皆さん質問のある方はコメント欄にテスラ購入したいけどもこれが不安とか、こういうの実際どうですかっていうのをお書きください。近いうちにまとめて動画でそれを発表して、お返しさせていただければというふうに思っております。まあ、この動画ではですね、もちろん映画のことはもちろんなんですけども、テスラ自分が実際に体験したその素晴らしさを、次の時代はこれだというねものをですね共有していきたいと、発信していきたいと思っております。ぜひチャンネル高評価、チャンネル登録もお願いいたします。それでは次回もみんなでシネマティーク。